なにこれすごい。一人称オードすげえかっこいい。マジかこれ。はい、シティーズスカイラインプレイしていきたいと思います。再びグランドリバーへとやってまいりました。改めて作っていきたいと思います。まずは道路を施設、さてと一応ね細かく洗い直したんですけども、例えば道路ですけども建設費だけではなくて維持費っていうのもかかるんですよね。だからすぐ借金になっちゃうんですよね。前回の反省としてはまあ道路用もないのに建てすぎたっていうのがありますよね。それと道路の種類ですね、これも適切ではなかったので、その辺はまあしっかり考慮した上でやっていきたいと思います。これだ、前回失敗したのがこれも今やっちゃったんですけど、道路ですよね。これだとこれ一歩突行が右側だけなんですよね。だ左側が空いちゃうんで高速道路の出入り口としては適してないんですよ。この一歩突行これができなかったんで、やはりものすごい渋滞を招いてしまいました。ということでここは一歩通行で距離をちゃんと作れということですよね。こういう感じかな。 OK、 いいですね。でこの先に普通に交差点が設置できれば一番いいんじゃないかな。どうだ、回転がまずいっすね。回転してくれない。そうそうそう、どう回転してほしいな。角度をどう変えるのかがまだわからない。あ、できた。こんな感じかな。こうですよね。この入り口が気になるんだよな。大丈夫かな。一歩通行のまま来てる感じはしますね。大丈夫かな。やっぱ2車線になってんだ。ここを一歩通行にすることができるんだろうか。こういう感じ。ダメか。傾斜が急すぎる。距離が短すぎる。まあ、そういう難点があるか。ってことは、こうやってここからこっちに向かって一歩通行作れば、OK だね。これは出口として適してる。ここが失敗してますね、今。イメージ通りの道路にはなってない。ということはですよ。交差点を作るのは現時点であまり適してないと考えましょう。ということで一旦ちょっと作り直します。シンプルにこうでしょ。どうしたらいいかな。こっちに来るルートはまた別に考える必要があるわけか。はい、街の中をぐるーっと回ってきてこう戻る感じがいいのかもしれないな。なるほど、考え方が間違ってんのかもしれないな。まずは、はい、なんて言いますか、ここからこう曲線をこう描く感じがいいんじゃないかな。ちょっと待ってね、すっげえむずい。曲線を初めて使う。了解です。例えばこう、あ、よくなってきた。こんな感じ、くるっとは回れない。はい、半分こんな感じ。円はやめるか。こう来て半円、ちょっと試し作ってみよう。で、こうでしょ。でここからこっちに向かって一歩通行。はい、 OK。 で続いてノーマルの道路をやはりこっち
から逆回りだね。こう、こんなもん。半円じゃない、半円じゃないすごい難しい。こんなもんかな。90度でこう曲げてこういく感じ、こんな感じ。90度は違うか。あんまり角度が急すぎるとスピードが出せないからこんな感じ。 Y字だね。あんまり急じゃない角度にしたい。ちょっとまっすぐじゃないけど、でここからここをまずつなぐでしょ。実験的にちょっと十字路を作ってみたい。 Y 字路というかこんな感じか。待って待って、まずここまで作ろう。見えない。もうちょい前。ここからここ。 OK、まずこれで完成。ここを起点に、まあ広げる感じですな。で、維持費がかかるので、こちらですね。安い道路を取り付けてみます。例えば、水道行きますか。排水管。OK。発電所です。発電所なんですが、ポイントとしては燃料を運んでくるので、まあ、道路脇ですよね。高速道路脇、了解。そう考えると専用の道路を作るかな。難しいね。まあ市外からトラックがやってきて、ここだね。ここからいける？あ、いける。これだとでも渋滞になっちゃうのか。ここに信号機ができちゃうと良くないから。こう来て。これ二股に分かれるみたいな感じが理想だな。すげえむずいな。そう考えると自然に二股に分かれたいな。本当はすぐそばに作りたいんだよな。そうしちゃうか。こっからこんな感じ。 OK。 で道路脇に石炭。おいで。あとは道だね。はい、じゃあ道を引き続きこのイメージで今回は引いていきたいと思います。これいつになってねえな。なんでだよ。こうで OK。 一発こなおった。 OK。 いいですね。あー、とりあえずあれ、これ間違ってるよ。これチャリ道だよ。 OK。 さあ上下水道も引いていきましょう。水道管を引きます。
まずここからだよね。さあ始まりましたよと。まずがっつり通して、大きめに通さないといけないんだよな。上がる。オッケー。これで一周した感じだね。ここ余っちゃったね。これ下手くそだね。こういうとこ下手くそ。こんな感じになってしまった。ちょっとぎこちない。はい、という感じで道路を引いてみました。まだちょっと手探りですけどもね。で、まあ軽く電線を引いて、あとは建物が立ってくる具合によって電線を伸ばしていきたいと思います。ということで区画割りです。工場地帯と産業地帯をまず考えておきたいんですが、ポイントになるのはやはり住宅地ですよね。そっか、まだ早いか。ちゃんとゲームの流れで言うと、ここの一番下のバーが緑が点滅してるので、今はまず住宅が必要と。誰も住んでないからね。で、工場のよりはちょっと離れた地域が住みやすいということで、今回はこの川沿いを中心にちょっとやってみたいと思います。とはこんな感じだね。この辺はもう全部住宅地にしてしまおう。この辺はどうだい？いいっすね。少し斜めだとこうなるんだ。土地に隙間ができるんですね。 OK、 こんな感じですね。一応商業エリアはじゃあその中間の部分に建てていきたいと思います。この辺はね、渋滞もあるんでちょっと要注意。そんな感じかな。仮にちょっとやってみるか。こんな感じだね。で、産業エリアはまさかこの辺か。かな。こっち側にも産業エリアがあるといいんだけど、この辺はあんまり建てない方がいいのかな。交通量が激しくなることが予想されるので、まあ、この辺くらいまでしときましょう。なんとなくうまくないな。あとちょっと電線の引き具合ですね。もう一回確認しながらいきたいと思います。一応ざっくり言うと、青いエリアが有効で、まあ、そこから電線を伸ばせば広がるはずなので、まずはちょっと動きを見たいと思います。それじゃあ時間を進めましょう。一旦閉じていきます。さあ発電所が稼働。いいですね。どうだ、電気が来てない。はいはい、失礼。じゃあいきなり引かなきゃダメかな。 OK、 はい、了解了解。結局はやっぱ必要か。本当はね、建物自体にこう行きたいんですけどね。しゃあねえな。違うか、むしろ風力発電。はい、これちょっと試してみますか。電力でしょ。はい、推定濃い青でエリアに風が強い。はい、おお、
から発電所、浄水所専用の建てるみたいなのどうですかね。ちょっと実験的にやってみますか。OK。これ楽だもんね。あれと。OK。足んない?推定発電量が8メガワット。1メガワットで動くんかね。足りな、足りなきゃちょっと足してみっか。お金がないんで。ちょっと見てみますか。ほい。動いてるよね。OK。で、一応枠内には入ってるけど、あ、電力不足マークは消えてるかな。OK。こっちはどうだい?入ってるよね。OK。じゃあこれでちょっと様子見ますか。お、立った。なんか立ってる。はい。建物の建て方に応じて電気を配置していきたいんだよね。立ちましたね。なんか地域が一番最初か。水が消えて、消えるはず。水、はい。電気来た、はい。了解。止めます。じゃあ電気を配置していきましょう。OK です。どういっかな。なんすけど、これ使えるかな。ここ、こういけないかな。ここにつけたいんだよね。こうつけるじゃない。でこういきたいんだけど、さすがに無理か。これは可能。これはダメ、引っかかる。いけるこれ。あ、いけんじゃん。あ、違うか。切れちゃったか。こうはいけないかね。ここにいけない?つなげない?これでよくない?あ、こうやんのか。OK。こうで、で、こう。OK、OK、OK。なるほどね。立て直しちゃいけないんだ。さあ、ここで電気を通電させたはずなので、見てみましょう。さあ、さあ、さあ。ああ、解消されてきますね。はい。いいですよ。水は大丈夫なはず。OK。ちょっと見てみますか。まだまだ静かだね。さあ、置かないね。さあ、現在53人の人口。地道に活動してますが、ちょっと伸びが止まりましたね。
旦止めますか。さあ見てみましょう。情報を見てみましょう。まず水道、従属度は十分ですね。はい。続いて、電気、風速、はい、健康、教育、ゴミ、電力あった。消費電力と発電量の関係と問題ないと OK。そうなると少し経済で、例えばパワーを半分ぐらいしておきますか。そんなに必要ない。日中はこんなもん。70%。OK。思いっきり下げちゃおう。これでどうだ。そうすると維持費が楽だろう。さあ、今んところ、クリーンエネルギー。さあ、時間を流してみましょう。人口がもう少し、91まで来ました。なんか来た。交通経路、はい。今のところ動きがない。OK。さあ、100人を超えるか。減ったね。99人。106人。伸びております。いいっすね。OK。さあ、100人は超えたぞ。産業が発達するかどうかだね。じわじわ来てます。産業来てます。なんか来ましたね。既製服株式会社。いいっすね。来てます。立ち始めました。いいですね。いや、楽しい。ワクワクしますね。はいはい。さあ、今んとこ需要は大きく。これ何のマーク？工事中ってことだよね。休業中。はいはいはい。低稼働、通常稼働、はい。そっか、人を雇ってんだ。どんどん立ってきました。いいっすね。さあ、175人、車も来始めた。いいぞ。車の流れをチェック。市長の戦いは渋滞との戦い。今んとこ電気通ってますね。前回の反省としては、電線もね、過剰に張り巡らしすぎてたので、やはり経費がかかってたっていうのがあるので、ちょっと見ますか。電気なんですけど、ちょっと勉強したんですけど、こういう感じですよね。青く。青いエリアの中には通電してるってことなので、通電してないエリア同士だけを電線でつなげば、まあ、電気が通るってことですね。ここからここに通った後、このエリアは、通電してる建物が連続性を持ってくると、どんどん電気が自動的に通っていくって流れですね。まあ、例えばこっちの電線が切れた時にはこっちに行くような感じにして、まあ、この辺だけしっかり管理しとけばいいかなっていう流れになってますね。で、風力発電も同じで、エリアですよね。周辺のエリアに電気を送ってるよっていう合図がこの青いエリアですね。今回はまあポンプと排水ポンプ用に作ってますね。こんな感じで、まあ、電線も極力少なくして町の経費を浮かしてます。それと道路ですね。改めて見ますと、道路こっちか、ここですね。はい、道路なんですけども、こういう感じで、
闇雲に引くんじゃなくて、まあ、砂利道ですね。とりあえず人が居つくまでは、で後々アップグレードしていくっていう感じですね。例えば今で言うとここですかね。やってみましょう。アップグレードですね。はい、舗装道路にしておきましょう。道路アップグレードで、2車線ですよね。中央分離帯があるじゃないな。普通に路上駐車ができるやつがいいね。住宅地なんでね、駐車スペース付きの2車線道路、これがいいですね。で小規模な感じにしてるってことで、これをアップグレードすると感じですね。こういう感じですね。で住民の幸福度が上がるといい感じですね。ここもやっときましょう。ここも今後のためにやっときましょう。ここか、ここは産業地域ですよね。やっときましょう。商業だ、授業だね。商業地域は簡単に言うと、あの駐車スペースがあると、なんて言いますかね、渋滞、車止めるじゃないですか、ね、店に入る、その結果渋滞が起きるみたいなのがあるから、駐車スペースがある道路の方が向いてる気はしますね、今のところ。そんな感じですこれ以降はちょっとまだ保留しときましょう。そういう感覚で少しずつ作っていくのが、これ面白いところですね。さあ、じゃあ時間を流してみましょう。ようやく分かってきましたよ。めちゃくちゃ面白い。いいですよね、この生きてる感じが本当にいい。すごい、車が来てる。さあ、カメラモード変えますか。シネマティックモードすごい。これって勝手に選ぶのかな、シーンを。あ、なるほど。今の街の様子を見ていけますね。いい。なるほどね。戻りましょう。さあ、あ、徐々に立ってきましたね。で発電所近くは要は煙で煙煙があるから、やはり住宅地じゃなくて産業の方が幸福度が下がりにくくなりますよね。いいですね。カメラモードがね追加されてますんで、ちょっと見たいと思います。例えばこの辺、住人の状況もこう細かく出るんですけど、このカメラですね、これを押しますと、こういう感じで住人の視点で街を散策することができると。これ面白いですよねこれすごい、すごいな。うわ、犬までいる。いいっすねこれ。さあ、この女性はドラッグストア勤務だったけど、ああ、なるほど、無事に入りましたね。すげえ。そんな感じです。さあさあ、じゃあ引き続き街の情報をチェックしていきましょう。上下水道は完璧、 OK。 電力も消費電力4に対して発電が25、有効ですね。建物はほとんどカバーしてますね。今んとこ問題なし、電線を伸ばす必要なし、 OK です。は引き続き収支もプラスになってきましたね。やった超嬉しい。もうちょっとじゃあこのまま見ていきましょうか。いい気がしますね。風力も風速もチェックしますか。はい、風速は、はいはい、こんな感じね。川沿いが風強いんだね。あと高台があるんだね。はい、覚えときましょう。いいっすね。OK。経済コマンドもチェック。もうちょっと稼働量を抑えてもいいのかな。これですね、予算を、税金の予算を割り振りを減らすことで、まあ、施設の稼働、パワーですよね、稼働量を上下させて、その分、使う税金の量を減らすっていう形ですよね。
オッケー。さあもうちょっと見ていきますか。動いていきます。本当にすごいな、見てるだけでも楽しいですね。あ、トラックが入っております。これで渋滞が起きるんだよね。いいですね。はいはい。こちらの地区注目していきましょうか。いいですね。住宅地に徐々に家が建っております。人口も200人超えました。収支もプラスが増えております。順調ですよ。前回は340か400に目指してて途中で断念したんですけども、今回なんとか400に突破したいですね。まずはそれで十分いいっすね。にがってきました。ここが死んでますね。これから増えるかな。あ、いいっすね。こっち側バンバン発展するな。早い。はいはい、早いっすね。ここを早めにじゃあ手打ちますか。まず道路をアップグレードしましょう。アップグレードで2車線ですね。はい、通常の2車線道路をアップグレードしていきたいと思います。 OK。 OK、 これでいいよね。OK です。徐々に増やしていくのがいいやり方ですね。さあ賑わってきました。現在需要も全部のバーが灰色なので落ち着いてますね。まあね、十分土地と区画は用意してますので、どこ伸びるかだよね。まずは住人が増える、で住人が働く仕事場がある、そういう流れだと思うんですよね。で商業が栄える。さあどうだ。増えてます。さあ西側の住宅街が、お、中央の交差点もだいぶ賑わってきましたね。あ、ちゃんと車も止まってますね。やはり駐車場付きの道路にして正解だったな。いいっすね、賑わってきた。いいっすね。東側がかそってんのかな。50人いるな。お、ちょっと見てみますか。またまた都市が拡大したよと。はい。お、でけえのが立ってる。人口376、もうちょいで400いきますね。頑張れ。何これ、何の建物。フランクのフィッシュスティック工場、産業施設、求人があり。へえ、すげえ。この辺何、株式会社、衣料品店、箱ファクトリー、すごいな。へえ、歴史的建物に指定できるっていうのも面白いな。あ、賑わってきましたね。ちょっとチェックしてみますか。
電力、うん、通ってますね。あ、通ってますね。いい感じ。はいはい。問題この辺だよね。なんだろう、先に電気とか通した方がいいのかな。水道も問題ないとは思います。 OK。 いいかな。はいはい。ここアップグレードしますか。あとは人が増えるようであればね、伸ばしていきたいですね。すげえ増える。こっちが死んでんな。なんで？めっちゃ人気ねえ。もうちょい人口が徐々に立ってくるか。ちょっと区画も考えますか。ストップします。どうしよう。産業区画をこっち側に寄せるか。難しいね。産業区画を作って、商業区画も作っておきますか。ここは住宅だな。これが切れてんのがいけないのかな。なるほど。となると電線をどう通すかだね。これをこう通せばいいか。そうなるとこれいらないな。 OK。な感じかな。見てみましょう。よっしゃ、人口が450人を突破しそうです。いいですね。もうちょい、461、よし突破しましたね。都市情報も見たいな。これかな。人口470、いいですね。観光魅力度か、これが低いのか。はい、わかりました。観光魅力度か、なんか目玉になる施設というか、そういうのも必要なのかな。さあ、この辺もちょっと道路を新たに考えますか。ちょっと引き直しますか。人口750人、目標はそこか。500人突破しました。初めてです。ちょっと道路考えますか。やりたいと思います。シリーズさあ、軽く道を拡張してみました。動きを見てみましょう。特に東側ですかね、発展を期待したいとこですが、何が原因なんだろう。車の通りがないってことなのかな。ここがいけないのかな。ちょっと考えてみますか。いやでも一方通行でこう来て、で十字路だから行けるはずなんだけどな。そうっすよね。だよね。歩行者もこれ行かないんだね。あ、行く。はいはい。あ、ここちょっと混雑してきたね。ここをアップグレードしましょう。一方通行がいいかな。ね。一方通行じゃない方がいいか。ここちょっと欠点だね。これ一方通行したの失敗だったな。考えよう。まあでも産業道路だから、ほとんどトラックが一方通行で行きゃいいと思うんで、砂利道でいいんじゃねえかな。OK。そう。ここの道路は、この、電力が、石炭の、
発電所に向けてのトラックが通るためだけの道ですね。で、ここまでは砂利道でいいんじゃないかな。産業道路だし。あ、来てる。来てますね。水？そんなバカな。水マーク消えないな。おや？おやおや？ん？そうか。ちょっとチェックしてみましょう。消費量と最大用水量でしょ？下水の排水力も十分あるよね。OK。あー、範囲切れてんな。了解。これで水道管通し直しましたと。いいんじゃないでしょうか。見てみましょう。消えないね。消えた消えた。OK。それじゃあ街の様子見ていきたいと思います。今回はこれ。トラックを起点に見ていきますか。おお、すごい。おお、すごい。あ、この工場に荷物を下ろして。荷物を下ろした後は。お、砂利道に入った。産業用道路。トラックをすれ違い。うわ、すごい面白い。この工場かな？到着すると。あ、なるほど。ここで荷物を下ろすと。へえ、面白い。でかい工場立ってます。いいっすね。さあさあさあ。なんかマークついてますね。これなんだ。ゴミが溢れています。ゴミ？そっか。ゴミ収集やんなきゃいけないんだ。失礼。忘れてた。新しい用地が出てきました。廃棄処理ですね。ゴミを管理するための埋め立て地やゴミ焼却場を建てましょう。はい。現在できるのは埋め立て地のみ。埋め立て地か。はい。道路脇に建設。はい。これ必要だね。やばいな。こんなとこには建てらんないか。うわぁ。予定外。大きい道路と接続してゴミ収集車を早く街に巡回させろと。いや、ゴミ置き場なんてどうすんだろう。廃棄物を処理すると公害が発生するから、ゴミ処理場は市街地から離しましょうでしょ。OK。ただこれ、ポンプより浄水でやると厄介なことになるんじゃねえ。まあ、ここから、このイメージですよね。がっつり。すっげえむずい。道路を引いてゴミ処理場埋め立て地ですね。これを建設したいと思います。でかいでかいでかい。さあ建ててみました。 OK。まずはじゃあゴミ処理場が立つのを見守りましょう。まだ立ってないよね。建設中でしょ。あ、もう立ってる。稼働するかな。ゴミ回収はうまくまとまったようですね。あ、出てる出てる。追ってみましょう。見えない見えない。ちょっと待って。よし、来た。ゴミ回収車を追っていきましょう。どういうルート行くのかな。すげえドーナツ。なるほど。まず産業地域。なるほどね。まずここで回収して
この辺も随時回収してくれんのかな。これさ、でも道路の都合上行けないのかな。だとしたらここ一歩通行やめるしかないな。そうだね、 U ターンだもんね。了解。ちょっと道路を変えましょう。アップグレードです。一歩通行やめましょう。これをどうするかな。駐車スペース数の2車線道路だね。はい、 OK、 これでいいと思います。これでこのままこっちに行って帰ることもできるもんね。これで OK で、ここはアップグレードしましょうね。OK。この辺はね、随時アップグレードしていきましょう。ここダメだね。通路もったいないもんね。アップグレードします。OK。見えない。カメラの回転ってこれかな？ OK。OK です。さあ。新しい主幹道路ができましたね。ゴミ処理場を起点とすると、はい、ゴミ処理場周辺には何か区画的には産業とかやってもありなのかな。ちょっともったいないもんね、スペースが。一応作っとくか。あとは、処理能力もう一回確認したいですね。汚染土、うーわやっべ、出てる。土壌や水質の汚染ね。はい、発電所は各産業から下水が浜辺に到達することができ、今んとこ大丈夫だね。この辺がちょっと被るのが良くないんだね。ここは失敗したな。あとは電気が切れてるっつったな。ここか。はい、なんで切れるんだ。ちょっと待って。そんなことないよね。通電してるもんね。OK。OK、OK。バッチリ来てるよね。OK、OK。消費電力が上がってきたので、発電所に対する予算を増やしていきます。70。80ぐらい。まだいろいろ建てろっていうの？ちょっと待ってください。なんか増えてる。まずは、健康管理。はい。で、診療所か。建てましょう。道路脇。さあ、どこがいいですかね。あ、ここ空いてるからここがいいか。ちょっと待ってね。そうなると、診療所だもんね。と水辺にドーンつなど、わお、ここから引いときましょうね。でこう、ちょっとこれ角度が急すぎるね。こんな感じかな。いいんじゃないでしょうか。あとは教育何、小学校、はい。なんで作れないの？お金がないってこと？うん、コストが足んないんだ。建設費が1万ドル。すげえな。じゃあちょっと見ていきますか。再び、スタートです。さあ、医療に人気が集まってるそうです。お、おめでとうございます。人口750人に達しました。やったー。新しいエリアがロック、アンロック、新しい機能、条例が追加、はい、公共サービス、消防、警察、保育施設、
産業特化、農業と認定。すげえ。増えました。ランドマーク。750。次は1000人単位か。深いな。月が、人口1200円に達すればということですね。ちっちゃな町。了解です。そしたら、次はですね、ちっちゃな町を目指して、新たな政策を考えていきたいと思います。今回はここらで一区切りしたいと思います。お疲れ様でした。